こんにちは。千年ことのモッコサゴルであるナジュのマスコット、ベドリー。決戦です。四三岩に沿って四三ポグの方面へ上がっていくと切り立った崖が見えますが、ここはアンアムバイと呼ばれています。素晴らしい景色で誰もが一度は振り返ってみたくなるところです。ここには三国時代から伝わってくる悲しい恋の物語があります。アンアムバイの伝説。チョンラ南道を横切り、ナジュを代表する川四三岩、この四三岩を境界にしてアンアムバイの方には神武村があり、その向かい側にはテク村があります。テク村に住む未婚の漁師アランサはいつものように川で魚を取っていましたが、どこかで女の泣き声が聞こえてきました。なんだろうこの泣き声は。アランサは泣き声が聞こえてくる方向に向かって船を漕ぎました。そこで泣いていた女は神武村のアビサという娘だったのです。アビサは神武村の一番の美人で、病にかかった父親を看病する親孝行の娘だったので、村の男たちの愛を一身に受けていたのです。どうして泣いているの。病で苦しんでる父親が魚が食べたいというので、川辺に来ては見たものの、魚を取る方法さえ知らなくて。それは気の毒に。俺漁師だから魚はいくらでも取ってあげられるから、もう泣くのはおよし。ありがとうございます。さあこの魚をあげるからお父さんに差し上げなさい。これを契機に二人は毎晩のようにアンアムバイで会い、愛をささやきました。しかし彼らの愛を嫉妬した神武村の男たちに、アンアムバイでアビサを待っていたアランサは突き落とされて殺されてしまいます。何も知らないアビサはアランサに会うために、その後もアンアムバイに行きましたが、アランサの姿は見れませんでした。ところがある日、川から一匹の大蛇が登ってきて、アビサの前の方に近づいてくるのです。大蛇が。アビサ、驚かないで。この声は？そうだよ、僕だよ、アランサ。そんな、どうして？そのいきさつを聞いたアビサは、その後からでも大蛇になったアランサとアンガムバイで愛し合い続けたのであります。これを目撃した村の男たちは、今度はアビサと大蛇を一緒に岩から突き落としてしまいます。ところがその日から2匹の絡まった大蛇が夜ごとに神武村に現れたかと思うと、神武村の男たちはブラブラ病の挙句死んでしまっていくのです。それで村の老人たちは神主さんたちに頼んでお祓いをしてもらい、アランサとアビサの霊を慰めてあげてから、ようやく災いを免れたそうです。美しいながらも悲しい愛の物語ですね。ナジュのアンアムバイにお越しになったら、アランサとアビサの愛の物語を思い出してくださいね。それではまたね。